ワッキー、まずは準決勝、古性さんとの、まあ、抜群のワンツーというか、卒のない。まあそうですね、自分自身でもラインで決めたいっていう意思があるし、まあ、それが本当に、まあ、うまくいってよかったなと思ってます。特に古性さんとはちょっと去年の最終日っていうか、だいぶ久しぶりだったので。まあそうですね、その部分もちょっと心配はあったんですけども、まあ、蓋を開けてみたら、まあ、お互いに、まあ、機能あった、まあ、連携ができたのかなと思ってます。古性さん聞いたら、24時間そのワッチーの後ろでついていくことを考えていると真顔で言ったから、結構やっぱりその古性さんとしても結果出したいという。まあ、僕としても、まあ、古性君もものすごく頑張ってるし、まあ、それも含めてグランプリ一緒に走りたいねっていうお互いの意気込みをこう言ってきたので、まあ、早くそれが実現するといいなと思ってます。そこを目指す意味でも決勝で、まあ、ワンツーしっかりワンツーを決めるっていうのを、まあ、自分の中でも心がけているつもりです。決戦というか並び全部聞かれました？いや、もう並びも気にせず、まあ、自分のラインが、まあ、どういう並びでいくのかだけ分かればいいのかなと思います。特に、まあ、それこそ今の自分を信じるということが、そうですね、まあ、その自分がそのいかに日和らずに仕掛けることができるかっていうのが今回は一番ポイントだと思うので、もちろんファン投票1位で勝つ優勝、まあ、また、そうですね、もう去年のリベンジじゃないですけど、しっかり、まあ、それを果たせるように、まあ、頑張りたいなと思ってます。いわゆるコンプリートするじゃないけど、このオールスターをファン投票の1位でドリームを勝って優勝。そうですね、最高の、まあまあ、そこまで意識するつもりはないんですけど、まあ、頑張りたいと思います。まだワッキー待ってます。はい、頑張ります。ありがとうございます。